ナチュラルウーマンは、セバスティアン・デリオ監督による2017年の、チリ・ドイツ・スペイン・アメリカのドラマ映画である。第67回ベルリン国際映画祭のコンペティション部門で上映され、金マ賞を争った。第90回アカデミー賞外国語映画賞に、チリ代表作として出品され、同国代表作として、史上初めて受賞を果たした。ベルリン国際映画祭でのラライン、ベガ、 レリオ、レジェスチリのサンティアゴ。トランスジェンダーの歌姫マリーナは、勤め先のナイトクラブで、恋人オルランドに誕生日を祝ってもらった。オルランドは、初老で妻子を持つ男だが、今は何を置いてもマリーナに愛情を注いでくれる、パートナーであり、彼女も満ち足りた毎日を送っていた。だが、ある日愛し合ったベッドで彼は、体の不調を訴え、身を乗り出した階段から転げ落ちてしまった。 マリーナは急ぎオルランドを病院に連れて行くが、そのまま彼は池を引き取る。全身の内身のこともあり、殺害の可能性も無視できないと警察はマリーナに尋問を行うが、駆けつけたオルランドの弟ガボに行動をねぎらわれて彼女はひとまず帰宅した。翌朝、バイト先のレストランに訪ねてきたわけしり顔の女性刑事はまるで、 オルランドの死因は彼の性的暴行に対するマリーナの抵抗の結果とも言いたげに話を進めた。同僚の計らいでその場を逃れたマリーナが自宅アパートに戻るとオルランドの息子ブルーノが勝手に上がっており彼女にアパートからの転居をバリゾンゲンを交え求めた。さらにオルランド夫人のソニアは夫の車の返還を求め彼女のオフィスに車を止めたマリーナに 葬式への不参加を求めた。すべてはマリーナの元男性であった過去をめぐる人々の偏見に満ちた妄想の結果であった。マリーナは行動を封じられた鬱屈の中、歌の師匠に教えを求めに向かう。そこで困惑する彼女に与えられた言葉は愛を求めるな、与えるのだだった。力を与えられたと感じたマリーナは彼女の全裸写真撮影を強要する。 女刑事、集団で取り囲み、彼女をビニールテープで巻き上げて笑うオルランドの息子たちに、一別もくれず自分のすべきことをなす。オルランドの葬儀場が、彼が入っていたサウナと、地繋ぎであると知ることでその建物の奥に進み、焼かれる前の恋人の体への対面を果たした、マリーナは彼に別れを告げる。迷いを振り切った彼女は、堂々と夜のステージに立ち、楽曲、 オンブラマイフを歌い上げるのだった。プレミア上映は2017年2月12日に第67回ベルリン国際映画祭で行われ、銀熊賞と LGBT 映画に対するテディ賞を獲得した。それから2日後、ソニーピクチャーズクラシックスが配給権を獲得した。批評家にはおおむね好評であり、ロットマトズでは28件のレビューで、支持率は93%。 平均点は8.2、0となった。またメタクレティックでは発件のレビューに基づいて過重平均値が96,100と示されている。ありがとうございます。